2020年のお正月に購入してきたゲーム福袋を開封します。年明けから2ヶ月ほど経っていますが、あまり気にしないでください。ゲームショップおじゃま館で売られていた5000円の福袋です。内容はファミコンソフトが15本、ファミコンのできる互換機の本体が入っているようです。それでは早速見ていきましょう。まずは1本目、任天堂スーパーマリオブラザーズ。状態は全体的に汚れあり、端子に傷みあり。ネット価格は690円。満足度は星1つ。福袋の定番とも言える初代スーマリ、箱節ありの良品をゲットできるまでゲームショップをディグる旅は続きます。2本目は任天堂バルーンファイト。状態は少し汚れあり、端子は普通。ネット価格は750円。満足度は星3つ。ファミコンミニにも収録された有名タイトル。意外とお店で見かけないし、未所持だったので正直これは当たりでした。3本目は任天堂サッカー。状態は上部に記名あり、裏面にテープの跡あり。ネット価格は380円。満足度は星1つ。福袋のスポーツ系ではよく見かけるサッカー、初期のスポーツ系は対戦ツールとしても優秀でワイワイ遊べて楽しいです。カセットに書かれた名前はあえて消さないでおくスタイル。4本目はテクノスジャパン熱血高校ドッジボール部サッカー編。状態は端子綺麗、裏ラベルに傷みあり。ネット価格は680円。満足度は星3つ。カズアル国を君シリーズのサッカー編、これも未所持だったので当たりです。友人がめっちゃ得意で、任天堂スイッチのクラシックスコレクション版で初クリアできたのは良い思い出。5本目はナムコドルアーガの塔。状態は全体的に綺麗、ラベルも綺麗。ネット価格は480円。満足度は星3つ。このゲームの BGM を聞くと、いくら丼が食べたかったなぁ、いやでも相応でもないかなぁの歌詞を思い出して、親子丼が無性に食べたくなるのは気のせいでしょうか。6本目は任天堂スーパーマリオブラザーズ3。状態は全体的に綺麗、裏面に少し記名あり。ネット価格は650円。満足度は星2つ。これも福袋の定番でありつつも、がっつり長く遊べるスーマリ3。裏面にある記名さえ消せればかなり綺麗になりそうなので、エタノールとメラミンスポンジで掃除してみます。7本目はバンダイドラゴンボール大魔王復活。状態は普通、端子も綺麗。ネット価格は798円。満足度は星3つ。ファミコンで発売されたシリーズ第2作目。前作のシェンロンの謎から大きくシステムが変わり、カードバトル RPG となった。動作テストで少し遊んでみたけど、最初のカメハウスから出られなくて諦めました。8本目は斎藤フロントライン。状態はラベル裏表綺麗、全体的に小傷あり。ネット価格は700円。満足度は星3つ。拳銃や手榴弾、戦車を駆使して敵司令塔を破壊し、ステージを進めていくゲーム。裸カセットしか持ってなくて、パッケージを調べてみたらめちゃかっこよくてびっくり。これはコレクションしたくなるやつ。9本目は任天堂ヨッシーの卵。状態は少し汚れあり、裏面に記名あり。ネット価格は280円。満足度は星1つ。スーファミのマリオワールドで登場したヨッシーを初めてフィーチャーしたタイトル。いわゆる落ち物パズルゲーだけど、土台を動かすというシステムがとても面白い。裏面に書かれた名前がとても綺麗な字で、これも消さずに残しておきます。10本目は任天堂くるくるランド。状態は少し汚れあり、裏面に記名あり。ネット価格は420円。満足度は星2
2つ。棒の間を通過して隠された金塊を集めるゲーム。十字キーを押した方向に手が伸びる操作性が独特で、慣れるまでは難しい。ファミコン初期のカセットラベルはデザインがとても可愛くて、あれこれ集めたくなるやつ。11本目は、サンソフト、アトランティスの謎。状態は、少し傷あり、端子は綺麗。ネット価格は、740円。満足度は、星、2つ。ステージを進んでいき、師匠を助け出すのが目的なゲーム。ジャンプの起動が難しく、攻略サイトを見ながらでないとクリアする自信はありません。こんな無理ゲーだけど、BGM はめちゃくちゃ好きです。12本目は、ハドソン、ロードランナー。状態は、取説あり、ラベルにシミあり。ネット価格は、720円。満足度は、星、3つ。今回の福袋の中身で、唯一取扱説明書がついていたロードランナー。カセットの状態も普通に良いし、取説も絶賛コレクション中なので、これも当たりです。13本目は、テクノスジャパン、クニオくんの時代劇だよ全員集合。状態は、全体的に綺麗、端子も綺麗。ネット価格は、610円。満足度は、星、4つ。サッカー編に続いて、時代劇も福袋に入れてくるとは、カセットの状態も良く、未所持だったので、これも当たりでしょう。持ってないソフトが福袋に入ってると、やっぱり嬉しいですね。14本目は、コナミ、グーニーズ。状態は、全体的にとても綺麗、ラベルが少しめくれあり。ネット価格は、480円。満足度は、星、3つ。個人的にめちゃくちゃ好きなゲームです。アクションゲームとしても面白いし、BGM もめちゃくちゃ良くて、さすがのコナミサウンドといった感じ。グーニーズもいずれ箱説合わせてコレクションしたいですね。ラスト、15本目は、コナミ、グラディウス2。状態は、ラベルに痛みあり、端子はとても綺麗。ネット価格は、2940円。満足度は、星、5つ。まさか5000円の福袋に、グラディウス2が入ってるとは思ってませんでした。背面にデコ部分がある後期版を持ってますが、うまく動作しないので、動作品が手に入って嬉しいです。ちなみに今回のは前期版のようです。お待たせしました。それでは最後にこの、ファミコンのできる互換機の本体を紹介します。下に注意書きがあって、HDMI 出力はなし、AV ケーブル2色使用、返品交換不可、とのことでした。今回のお邪魔感の5000円福袋に入っていたファミコン互換機は、コロンバスサークルの8ビットコンパクトでした。参考に Amazon で価格を調べてみたら、新品2682円でした。これだけで福袋値段の半分を元取れてるじゃないですか。本体の詳細を見てみると、オリジナルゲームが88タイトル収録されていたり、連射機能や、簡単接続、スロー機能も搭載しているみたいです。これも未所持なので、コレクションとしても全然嬉しいです。本体の詳しいレビューについては、またの動画で紹介しようと思います。いかがだったでしょうか？今回は、ゲームショップお邪魔館で購入してきた、5000円の福袋を開封してみました。福袋に入っていたファミコンソフト15本のうち、一番嬉しかったのはやっぱり、グラディウス2ですね。個人的にとても好きなタイトルなので、何本あっても困りません。次に良かったのは、クニオくんの時代劇だよ全員集合。未所持だったのと、カセットの状態が綺麗だったので、これも当たって嬉しかったですね。バルーンファイトも未所持だったので当たって良かったです。福袋の中身を、ネット価格で合算してみると、ファミコンソフト15本で、1万1318円。ファミコン互換機本体が2682円、合計1万4000円となり、プラス9000円という結果になりました。予想では、
購入金額の倍である1万円分くらい入っていれば良いかなぁと思っていたので、今回の福袋はかなり当たりな方だったと思います。お正月に買ってきた未開封の福袋が、実はまだ4つほど残っているので、また動画で紹介します。最後までご視聴、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と評価、よろしくお願いします。